あの、ま、先週のポッドキャストの方でお話をしたんですけども、え、10月29が堺の誕生日で、で、なんか、特になんかイベントがあるわけでもなく、もう寂しく家で一人で、ね、ビール飲んで過ごしたなんて話してたじゃないですか。で、なんか、ね、このスタッフからも俺からも誕生日プレゼントもなく、なんか、最悪の誕生日でくどくどくど,くど言ってたじゃん、文句。 垂れ流してさ。で、その果てにはお前、人の親父捕まえて、痴漢で捕まっただのなんだのさ。サ晴らしをさ、遠くのわけ、わけわかんないサ晴らししてたじゃないですか。ねえ。そうだ。だから、俺、買ってきたよ。マジちょっと遅めの誕生日プレゼント。これだよ。アルコンドピース。ネオアルコンドピース。ええネオアルコンドピース。 ちゃんと買ってきた。あの、これ、言っとくけど、大喜利とかじゃないからね。ガチのやついや、ガチよ。ガチ中のガチよ。ええ。ちゃんとプレゼントね。のリボンにオレンジのスミスって書いてあるけど、俺わかんない、スミスって。いい開けて。いや、開けてください。ええ全部あんだけさ、うん。管巻かれたら、まあ、しょうがないよ。何スミスってなんだよ。スミスはそこ、よ、俺もよくわかんないから、それはそんなに。やば嬉しいな 開けてみて。いい箱が。いい感じの箱でしょうん。ドン。ちゃんと中もね。ああ。包まれてるじゃん。これ、ブックカバー黒い、革の。レザーの、文庫、文庫サイズのブックカバーを買ってきたんですよ。匂いが本当のレザーだ。そう、いや、ちゃんとしたやつよ。マジこのエルゴポックっていう、日本のね、その、革のメーカーでいろいろ作ってるとこのメーカーで、買ってきたの。 いや、嬉しい。え、嬉しい大丈夫はい。いや、大丈夫。全然大丈夫です。ほんとうん。俺も他のね、レーザーの文庫カバー使ってんだけど、俺、こういう、そう、グレンロイヤルって俺とこ使ってんだけど、それね、あの、あんまりぶっ、ぶっとい文庫本とか入れると、入んなくて、ギっちぎちになっちゃうの。俺持ってるやつは。だから、白夜行とか入れたとき、っ、パッツンパッツンで。ぶって感ね、あれ。そう。 ええー。ピーピーってたけけど、それあの、本物でしょこれ皮。いや、そうだってば。やば片方が、あの、サイズ感調整できるようになってるから、ぶっとくてもこれ、入るようになってるし、お<う>しおりもついてるしね。いくらこれ高いっしょいや、まあ、そ、そんな安くはないけども、そんなびっくりするような値段ではないよ。うわ。マジかよ、おい。いや、初じゃねこれ。<laughs> 初プレゼントじゃん。もうちょっと大切りの方が良かった コンビ結成してからそうだね。ないよね、今まで。する前もまあないか。うん。ちょっとお笑いがないかもしれないですね。笑いはないよ、全くない。で、酒井も移動中文庫本読んでるイメージあるから、うん、だけど今までちょっとなんか布っぽいカバーやって使ってたじゃん。うんうんうん、そうだね。あれでもいいんだよ。うん、全然いいんだけど、で俺もなんでレーザーの使ってた酒井にもレーザーのあげたかっていうと、うん、俺は小6ぐらいの時に、うん、 うちの母親が言った一言で俺すごく同調できた言葉があって、うん、ユキがもうちょっとお兄さんになったら、うん、あの、パパの本棚からいろんな本を選んで持ってって選ぶのはママの夢なんだって言ってたのをね、俺聞いて、うん、で、それが残ってて中学校ぐらいになったら、うん、そんなこと言ってたから本読んでみるかって言って。うんうん もとって、最初に読んだのが忘れもしない、三島由紀夫の不道徳教育講座っていう。読んで。面白くて、そっから本読むようになったのよ。その後三浦親子の塩刈峠とか,だからそ。そういうね。で、俺もその考えを受け継ごうと思って、自分の息子にも自分の本をね、読んでほしいなと思ったら、そしたらブックカバーも一緒にね、レザーのいいやつをちゃんと綺麗に使って、それもこう受け継いでいこうと思って。そしたら、 ケンタにも自分のいつか自分のね、結婚して子供できたらそれを受け継ぐぐらいの、親父の即席っていうかね、まあ読むのは手でですけど、今のが唯一のお笑いの部分今の聞き逃したらお笑いない。僕ね、僕かわみつさんは。よう、いい。 すげえいい。本当すぎてどうしようって感じ。本当あ、そんな喜んでくれるのうん。マジマジ俺、いや、まあね。これどういう心境なんだろうこれ選ぶときとかさ。いや、探したね。いろんな他にも候補っていうかね。俺ね、<ー>3日間かけたのよ。えぇ、ー、タンプレ。探すのに。はい、まあ、難しいじゃん。うん、で、まあ、1日目。あの、1日目はまあ、普通に何買えばいいかわかんない。決まってないから。うん、まあ、新宿のお洋服屋さんだったり、いろいろ雑貨屋さんだったり回って。うんうん ちょっとふわっとした軽めの、その、パーカーがいいかなとか、あと、ハリシツイードっていうところのね、あの、ちょっといい手袋で、あの、スマートフォンをそのまま操作できる手袋みたいなのあるでしょそういうのとか見たりして。でもちょっと違うなって。2日目渋谷でね、いろんなデパートとか見たりして、食べ物もあるかなと思って。 カラスミと、小中の魔王のセットをー。ああ、いいね <laughs> やっぱセンスがやっぱ違うな。あそうあそれもいい。それも良かった。それもいい。か,いいかな<ー>まあでも荷物にもなっちゃうしなあと思って。 もう絵本とか画集も。ああ、いたし。ああ、いうん。なんで、ちょ、ちょ、ちょっと外して、佐野ひな子の写真集とかにしようかな、とか、考え、ちょっとね、ずらして。いや、でも、プレゼントだからちゃんと使ってもらわないとなって。で、散々探して、ネットとかでも色々調べてるから、もう、3日目なんて頭パンパンなのよ。もう、プレゼント嫌だって。状況になってんのよ。で、何を血迷ったか、表参道俺行って。 表参道ヒルズにまず行って、もう訳わかんないけど、どこ探してももうこれやっていうのないから、ヒルズ行って、いろいろ見て、こんな買えねえだろうみたいな値段がいっぱいあるでしょいいものがいっぱい高級品が。そしたらちょっとかっこいい腕時計があって、パって値段見たら3万5千円が買えなくねえなと思って、いや、危ない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 そうそうそう、そう危なってなって、本当にレジに持っていきかけてて。 で、このヒルズ出たら、表参道の端向かいに、あの、モマうん。モマのショップがあるのよ。モマタの近代、え美術品それが実際に展示してるやつが実際に売ってるお店が表参道あってそこ行って。で、もう頭もどうにかなってから俺はもうぐるぐる回って、ああでもないこうでもないって。自然にアートに走り始めて。あのこれ結構見たことある人いると思うんだけど。 普通の傘、真っ黒の傘なんだけど、うんうん、バッって開くと、うん、内側が青空のプリントに、うん。<laughs> なってる傘は。堺、うん、あの、二十歳過ぎたぐらいの堺ってこういう小物使ってたなーって思い出して、<laughs> 似合わなくねーなーって思ったんだけど、うん、それ刺してるお前想像したら、うん、ぶっ殺したくなって立ってなんか。なんでだよ。<laughs> 何てめえ、誕生日プレゼント私殺されるってなんだよ。<laughs> 何てめえ、傘に一工夫加えてんのバカって思って <laughs>、うん、あと、もう一つのモマの中で、うん、あ、これだって思ったのは、うん、中に人形とか、うん、何にも入ってないスノードーム、うん。うん <laughs> 何もない空間に雪だけがただちらつくっていうシュールだなそれスノードームで、俺それもうくったくたになってるから頭も体も、ぼーって見て、そしたらこう、その窓際のところから表参道が見えるのよ。いや、これ何にも入ってないけど、こうやって街すかしてみたら、あ、全部入るんだって思ってきっ これどうかなこれどうかなと思ったけど、さすがに思想強いかと思って、やめて、まあ、そんないろいろね、考えたけど、まあまあ、パッて見たら、そういう、俺がね、そうやって本読むし、会も読むから、いいものをちょっとね。いいですね。本当うん、すげえいい。 喜んではくれてんの喜んでる、喜んでる。結構足防にして、ほんとだから、3日目の本当に夜に、ようやく行き着いて、たどり着いて、これにしたんだけど、さっき、ちょうど話出てきたけど、チョコプラの長田川新宿で、あの、ひったくりとっ捕まえてっていうね、俺、ちょうどそこ移動してる時にツイッターで見たら、すげえなこいつと思って見てたら、ちょうどそのプレゼントを買って、 表に出て、新宿のアディダスあるじゃん。あそこの前歩いてたら、長田が目の前ひすーって歩いてて。どう長田ダオさっき俺ツイート見たんだよさっきひったくり捕まえたんだって。すげえなって言って。いや、たまたまなんか目の前走ってきたんで、なんか無我夢中で捕まっちゃいました。って言って。もう意にも返してない感じで。いや、そんな、なんか大声出さないでくださいよ。みたいな感じで。そんな感じだもんね。警察とかでも取り調べとかも、これからもういろいろちょっと時間長いんで、ちょっとめんどくさいんですけどね。とか言って で、これからもちょっとルミネ出なきゃいけないんで、さあ、なんかかっけえなぁと思って。え、どこ行くのこれ。今ちょっと軽く飯買いに来ました。それだけです。あ、そうなんだ。すごかったね。偉いね。いやいや、そんなことないっすよ。え、平子さん何やってんすか俺あの、相方の誕生日プレゼント買ってきた。あ、そうなんすか鼻で笑われてた。何やってんすかみたいな。 <laughs> 俺を、長田を一緒許さい <laughs> いや、ありがとうございますけど。